ただいまより第23回 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会開会式を行います。開会宣言。福島県ハンドボール協会理事長石田智弘が開会を宣言いたします。第23回 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会の開会を宣言します。並びにレプリカの授与を行います。前年度男子優勝茨城県選抜、はい、はい、前年度女子優勝愛知県選抜、はい、チームの代表者は前へお進みください。前年度男子優勝茨城県選抜、優勝旗が返還されます。続きまして優勝杯が返還されます。レプリカが授与されます。同じく前年度女子優勝愛知県選抜、優勝旗が返還されます。優勝杯が返還されます。レプリカが授与されます。選手の皆さんは元の位置にお戻りください。代表開催地福島県選抜男子主将今泉雄大、はい、女子主将峰島美穂、はい、先生、ここ福島の地で開催されてきた全国大会も今回で3回目を迎えました。多くの方々からのご支援を賜き、また全国から集まってきた仲間たちの励ましを受け、たくさんの好ゲームが繰り広げられてきました。私たちはそこに誓います。素晴らしい試合を通して人々に感動を与えることを。ハンドボールを通じて東北そして全国に生きる喜びを発信することを。中学校最後の大会として今まで応援してくださった皆様に感謝の気持ちを持ってプレーすることを。2020年の主役となる私たちの世代から日本のハンドボールを盛り上げていくことを。平成26年12月24日福島県選抜男子主将今泉雄大、同じく
女子主将、峰島里穂。これをもちまして、第23回 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会開会式を終わります。
長田丸。開いて、ハード録画ボタンを押す。
ただいまより第23回 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会表彰式並びに閉会式を行います。成績発表。福島県ハンドボール協会理事長石田智弘より成績を発表いたします。役員、選手の皆さん、男女とも1点を争う好ゲーム、お疲れ様でした。成績を発表します。女子優勝、茨城県選抜。準優勝、山口県選抜。男子優勝、愛知県選抜。準優勝、岐阜県選抜。おめでとうございます。それでは表彰に移ります。はじめに公益財団法人日本ハンドボール協会常務理事角博明より、優勝チームに賞状、優勝杯、優勝旗が授与されます。男女優勝チームは起立してください。代表者3名は前にお進みください。表彰状。男子第1位、愛知県選抜。右は第23回 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会において当初の成績を収めましたので、その栄誉をたたえ、ここにこれを表彰いたします。平成26年12月28日、公益財団法人日本ハンドボール協会会長を務めています。おめでとう。表彰状。女子第1位、茨城県選抜。右は第23回 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会において当初の成績を抑えましたので、その栄誉をたたえ、ここにこれを表彰いたします。平成26年12月28日、公益財団法人日本ハンドボール協会会長を務めております。おめでとう。ありがとうございました。選手は元の位置にお戻りください。準優勝チームに賞状、準優勝杯が授与されます。男女準優勝チームは起立してください。代表者2名は前にお進みください。男子第2位、岐阜県選抜。おめでとう。
女子第2位山口県選抜以下同分ですので試合開始です。おめでとう。ありがとうございました。選手の皆さんは元の位置にお戻りください。続きまして各選手にメダルが授与されます。選手の皆さん全員起立してください。選手の皆さんは元の位置にお戻りください。
閉会宣言。福島県ハンドボール協会理事長石田智弘が閉会を宣言いたします。正式宣言の前にですけども、今大会中心となって活躍しました3年生が、高校3年生になったときに、福島でインターハイが開催されることが決定しています。何かの縁だと思いますので、高校でも頑張ってまた、福島に戻って来てください。頑張ってください。それでは、第23回 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会の閉会を宣言します。お疲れ様でした。ただいまより第23回 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会第3位表彰式を行います。表彰状、男子第3位長野県選抜、2位は第23回 JOC ジュニアオリンピックカップカップハンドボール大会において候補者の成績を収めましたので、その栄誉を称え、主にこれを表彰いたします。平成26年12月27日公益財団法人日本ハンドボール協会会長渡辺義です。表彰状、男子第3位富山県選抜、今の表彰状、女子第3位沖縄県選抜、おめでとうございました。表彰状、女子第3位大分県選抜、まして各選手にメダルが授与されます。これをもちまして第23回 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会第3位表彰式を終わります。熱戦を繰り広げられた選手の皆さん、素晴らしい試合をありがとうございました。